発展大岡部屋です。本日紹介するのはね、こそロッテ株チョウチョコレート秋口ってことね、ドラえもんのね、こいつを開けていきましょう。で、横カバーが俺にそっくりだな。考え方は秘密道具が入ってね、全2種類。多分俺通算多分100個ぐらいのところがあると思う。セイワ、はい、ということでね、行きましょう。俺のターン、ドーンドーンドーンってまあこれブリスターぐらい入れとき、おゴーダタケシ、いや、ゴーダタケシガリバートンネル、大きな入り口から小さな入り口が立てると、ほタンポポの綿木に飛んでいったり、洗面の中で水泳大会ができる。細いところに入れた人は、いや高いな。こうだけして見とこう。じゃあちょっとね、見ていきましょう。クオルところにいる。こんなんやね。大体これが結構そこまで入っちゃうから30か20ぐらい入っちゃうもんね。なんで結構ベタつかんしな。手に取ってこうやって食っても手汚れん。俺いつもするのはもうこれな、取ってしまったら口にこれかガーッて、結構パソコンのデスクと、デスク横に置いとって口に直接ガッて入れて、昔仕事中にこれ食よって口なんかガッて入れた瞬間、客から電話かかってきて、ゲホイホイ覚えてる。なあ、まあちょっと、もうあとは、あと残りはちょっと後で、ちょっとなんか動画見ながら食べるんで。これ微妙に何センチ何センチって書いてるけど分かりやすいな。ということで、本日は このドラえもんのサクサクチョコスナック、ロッテのカプリコチョコでした。また見てくれよな。